六角高頼は、室町時代後期から、戦国時代にかけての武将、守護大名、大海国守護南大海の戦国大名、六角市十二代当主、佐々木城の石碑六角旧来の子として誕生。署名は雪高。応仁元年からの応仁の乱では西軍に属し、東軍の京国持清らと京都で戦っていたが、持清の着難勝秀及び、 家臣の田賀高田だと、重慶、六角聖行が高よりの本拠地観音事情を攻めると、大海に戻り聖、行や京国氏と交戦した。やがて聖行を打ち取り、京国氏も持ち、清勝秀夫史の相次ぐ旧氏でお家騒動を起こして、弱体化、行高は、南大海の確保に努め、文明四年、文明七年の京国政慶、田賀高田だとの合戦で、京国高木を、 高木次塚、宗直布氏や時成より、斉藤明臣、柴吉門らの援軍で勝利、応仁の乱終結後の文明十年に幕府から大見守護に部任された。応仁の乱後、六角氏の戦国大名家と権力強化を目指して、区下、自社勢力の投与を行おうとしたが、区下領、自社領や奉公州の領地を横領して、配下の国人衆に分け与えたため、旧大将軍、 足利義直らの反発を受け、長京元年に義直の申請を受けて、甲賀山中に逃亡した。佐々木古城後、絹笠山観音山がと炎徳元年に義直が没したため申請は、中止、従大将軍、足利義材に謝面され大御守護に復帰したが、国人衆が横領した書領を返還しなかったため、遠徳三年に、義材による、再度の追悼を受ける羽目になってしまった。 そして、再び領地を捨てて、甲賀山中に逃亡した。義在は、六角政行が、高島氏から迎えていた養子を、新しい守護に擁立する方針であった。だが、明王二年の明王の政変で、義在が、廃立、十一大将軍として、足利義高が、将軍に立てられる。この頃、行高は二度目の追悼を受け、守護になった、山内治むと戦っていたが、 斉藤田恵美らの支援を受けて、これを知りける。明王四年、将軍、吉高によって、大見守護に復帰、同時に吉高の返帰を受け、高頼と改名した。直後に起こった船田合戦では、石丸利光に組みしたため、勝者の斉藤田恵美による、大見遠征を招くが、延暦寺や北畠正里らの支援を受けて結果的に、危機を回避できた。四年六月に完了。 細川正元が暗殺されるが、その直後に吉高は、大見国内における、六角市による、所領横領を理由に上洛中の高頼と対立する。これに憤慨した高頼は、伊勢貞宗の取りなしにもかかわらず、同年7月には、大見に帰国してしまった。翌永正5年4月、前将軍、義罪が、大内義雄、細川高国らの支援で吉高を追放して将軍に、 復帰すると、京都から逃れた吉高を保護したが、栄昇8年に、吉高が病死すると、かくまっていた水口岡山城主、久野信高を討ち取って、偽財支持を表明した。栄昇3年、着難宇治綱に家督を譲って隠居した。宇治綱は、自身に先立って死去したが、創跡にあった、次男、貞頼を現属させて、家督を継がせている。また、他の息子たちは、 大江の方向衆の用紙に入れ、方向衆を悲観、組下に入れたりしている。息子の一人、マゲンは、出家、小樹来後寺の中高に勤めた。晩年には、筆頭家臣の伊貞高との交渉に明け暮れた。貞高は、高頼の若年の頃から守護大を務め、応仁の乱や、六角性伐などの危機を乗り切ることに尽力したが、当主であった高頼に代わって、 政務の実権を握るようになっていった。通説では、定高にとって変わられることを危惧した。高頼が定高の排除に乗り出したとされているが、近年では、応仁の乱や、六角征抜を通じて、守護、六角氏と守護代、伊橋との間で権力の平存が確立していたとする。立場から、高頼と定高の政治的対立よりも、伊橋とマ淵氏という重心同士の対立や、 定ダによる、足利義ガの保護とそれに、消極的な高よりの意見の対立による、関係悪化が背景として存在しており、守護代の戦王と守護代名の対立と解釈する、単純な図式に対する批判がある。伊貞サは、文期2年に、細川正元、永翔11年に、 浅井助政の支援を受けて一時は高頼をガム・サ秀ヒの夜音羽城へ配送させたが、永賞17年に没落、直後に高頼自身も死去した。貞高の没落と、国人衆の組織化により六角氏の両国支配は、固まり、貞頼の代で前世紀を迎えることになる。スカート、立東一岡に、佐々木高頼スカートとして石頭が残る。高頼は、青路城主の下で、 隠居生活を送り、当地で死去した。翌年には、朝廷から、甲賀大明神の信号が送られている。死後塚が建てられたが、昭和初期の開墾で失われた。歴史群像シリーズ71、忍者と忍術闇に潜んだ異能者の巨頭、未学研2003年130ページ六角と、甲賀三章。ありがとうございます。